の仮面、月影です。紫のバカの人です。今から漫才を始めます。いやー、今日は美しいお客様が多いですね。お、左から。おちびちゃん、おちびちゃん一つ飛ばしてくれない天気。あなた、演劇をやってみる気はない。今日は私たちの名前と顔、半分だけでも覚えて帰ってください。よろしくお願いします。ありがとうございます。皆さんね、ちょっと聞いてください。どうしました？もう最近は何でもデジタル化じゃないですか。便利になっていいじゃないですか。いや、電子書籍なんてダメですよ。どうして？え、紙の本じゃない。電子書籍がいいのよ。100冊だって一気に運べちゃうんだから。紙の本だって持ち運びますよ。どうやってよ。台車使えば。労力が半端ない。台車使ってたら邪魔になってしょうがないでしょ。掃除だってでも人間がやればすぐ話ですよ。今のね、ロボット掃除機の性能すごいんですから。ああ、まあ毎朝綺麗になってますけどね。でしょ。アパートの玄関口、うん、あれ大家さんロボットじゃないから、あの人。いや、もうね、人工知能なんかに頼ってたらもう人間は滅びますよ。そう。もうね、シリなんかに頼らないで何でも僕に聞いてください。あ、いいのね。じゃあ聞くけど、はい、先進国のリーダーが集まって国際的な課題を解決する。アベンジャーズ、サミーとね、アメコミヒーローも集まって頑張ってますけど。だいたいね、こんな世の中だから、子供たちはやれマリオだ、インベーダーゲームだ、古くないな。楽しい遊びがあるじゃないですか。例えば何よ。ほら、しりとりとか。しりとり、うん、あ、ちょっとやってみますか。やってみるのね、はい。じゃあ、借金、うん、あーんがついた。貧困、あーんがついた。売れない芸人、あー、くそ負けた。悲しい一人遊び。何やってんのよ。いやー、しりとり強いですね。一言も発してないから詰まれちゃったのよ。もうね、あなた全然ダメよ、こんなんじゃ。全然時代についていけてません。え、そうですか。これからはね、うん、コンビニの店員もロボットになる時代が来るかもしれません。なるほど。ちょっとやってみましょう。あなた、コンビニのロボット店員やってちょうだい。そしてそこのあなた、コンビニのお客さんやってちょうだい。風ちょっとこれぐらいやった方が温まっていいや。今度コンビニね。コンビニ、はい、はい。ガラスの仮面をかぶりなさい。ウィーウィーン。いらっしゃいませ。かぶってろよ。お弁当は温めますか。必要は温める。では人肌で温めます。でロボットだから体温ない。ツッコミが遅い。あなた、何言いたくなるの。今の電子レンジで溶けました。あなた、一つ滑らせるんじゃない。まあいいわ。でもなんか次って何。じゃあ最後は元気に何回も踊って終わりましょうか。はい、行きましょう。はい、ワン、ツー、スリー。デジタル社会でシュビドゥーバー話し合いってほしい。バーチャル世界じゃ勝ち組。はい、現実戻ればバイトでシュビドゥーバー。バイトさんで挟む。はい、シュビドゥーバー。これで風邪も治ると今ね。もう治ります。そうね、もう治ります。いつもあなたを見ています。あなたの範囲で。私も温まったわ。私が間違ってました。確かに我々に必要なのは機械ではなく人のぬくもりかもしれませんね。ですよね。僕もいつもスマホの熱で温まってます。いや、結局デジタル。かわいい。いい加減にしてちょうだい。恐ろしい子。どうもありがとうございます。